はい、こんにちは。ブルーホースです。ワンちゃんが吠えてますね。皆さん聞こえましたかね？この野郎、かわいいぜ。ということで、ハーバード心理学26日目やってまいりましょう。今日のテーマはですね、ババンということで、これまでを振り返って、パチ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 ということなんですけれども、ほい。ね、ハーバード心理学も折り返し地点になりました。実はね、合計で52個のワークが今回紹介しようと思っているパートになるんですけれども、ね、もう気づけば半分消化、25個終わったというところで、皆さん自身のですね、取り組み具合っていうのはいかがでしょうか。ね、ワークを取り組んでみて、まあ、見えた成果っていうのもあったけど、まあ、一方で取り組んだけどこれでええんかなっていうのも、まあ、改めてね、これまでのワークリストっていうのをアップしていきますんで、まあ、気になるものがあればもう一度チャレンジしてみてもらってもいいと思いますし、まあ、まだやったことがないっていうものを初めてチャレンジするっていうのもやってもらえてるといいかなというふうに思います。ということで、動画を見返しつつね、気になったものがあればぜひ、やってみてください。ということで、前半のワークをもうパパッとね、まとめたものですね。全部一個一個丁寧にやっていくよりも動画見返してもらった方が早いと思いますんで、テーマと、もう本当になんかテーマとそのね、なんかね、本当にさらっとした概要くらいを紹介していきます。で、1日目は何だったかっていうと、感謝するですね。何やってたかっていうと、1日5個の感謝できることっていうのを書いていきましょうということです。で、これに関してはノートに書いてもいいし、なんか日記をつけてる方だって日記でも OK ですよっていう、何でも OK ということですね。はい。で、その日自体に感謝できることが5個もちょっと浮かばないっていうことであれば、過去感謝できることとかっていうのを思い返してみても OK です。はい。それから2日目ですね。まあ、習慣化しましょうということです。で、習慣化するって言っても、いきなりね、腕立て伏せ1日100回やるぜとか、なんかダイエットのために食事制限しますぜっていうハードルの高いものをやってしまうと続かなくなりますんで、なんかやってんのかやってんのかわからないくらい苦労なくできることから始めてみましょうということです。例えば、タバコ40本吸っている人だったら39本に減らしてみるとか、それから、腕立て伏せを1日1回やってみるとかっていう、まあ、本当にハードル低すぎへんっていう、低いというか、もはやまたいだくらいでいけるやんっていうようなレベルからやってみましょうということです。それから3日目ですね。3日目に関しては運動しましょうと。で、できれば週に3日から4日くらい15分から30分の運動をしてください。激しくなくても OK なので、もうそもそもね、通勤とか通学に片道15分以上の、まあ、徒歩で行っているという場合だったら、もうそれで OK くらいのレベルで OK です。 OK どんだけ言うね。で、4日目は仕事への考え方を変えましょうということなんですけれども、まあ、結局ね、仕事、まあ、これが学生さんだったら学校に行っている時間の方が人生の中でものすごく多いんですよ。プライベートの時間とかよりも。だから成長していくためには、仕事から学ぶことっていうのは、あるいは勉強から学ぶことっていうのは欠かせませんので、もっと前向きに取り組んでいきましょうっていう内容になります。それから5日目は意義を見出すということで、これ何かっていうと、人生の目的見つけましょうぜっていうことなんですよ。何のために生きてるのかっていうことを改めて振り返ってみたときに、時間の使い方を見直すのが一番いいんじゃないかっていうことが言われてます。で、時間の使い方を見直したときには、結構いらんことに使っているとか、本来使いたい時間にあんまり割いてないなっていうことを見返すことができるので、ぜひですね、見直しをしてみましょうということです。それから6日目はですね、これですね、思いやりの心を持つ。で、この時に一体何をやったかっていうと、相手に対して優しくするために瞑想が大事なんだっていうことなんですね。で、やり方っていうのは、瞑想って調べてみたらいろいろとやり方がありますんで、そのどのやり方をするのかっていうのは自由ですよっていうことです。まあ、僕がよくやってるのは、3秒息を吸って7秒吐いてっていうのを 1,2,3,1,2,3,4,5,6,7 っていうのを頭の中で数えながらやるっていう瞑想をよくやったりしています。それから7日目ですね。はい。困難から学ぶということです。で、辛かったとか大変だったなっていう経験からどんなことを学ぶことができましたかと。それを乗り越えることができたから、ある今って一体どういうことがありますっていうことを振り返っていきましょうという話です。それから8日目ですね。はい。は、すべてをシンプルにするということです。まあ、意義を見出すっていうところとも多少被ってくるんですけど、時間の使い方を見直してみましょうということですね。1日24時間誰にでも平等にありますと。で、睡眠時間とか、食事するとか、お風呂入るとかっていう絶対必要な時間っていうことを除いたときに、余計なことに冴えてる時間ってどのくらいあります？スマホ見るとか、タバコ吸うとか、それから必要のない雑談をしてるとかね、そういう余計なことに冴えてる時間どのくらいありますか？と、その時間を割けば、自分のやりたいこととかすべきことにどれだけ割けますでしょうかっていうことを見直そう。そんな話ですね。で、それから9
9日目に関してはプロセスを楽しむということですね。でこれについてはタイプ別のライフスタイルっていうのを知りましょうと、皆さんがそのいろいろね性格がある中でこのライフスタイルやったらいいですよっていうのに限ることって難しいんですよね。だからこれ出世競争型、誰かと競争することによって喜び得られるタイプなのか、今目の前のこと全力で楽しむタイプなのか、不安から来る行動力に任せるタイプなのか、とにかく幸せなことを追い求めてるタイプ、追い求めていくタイプなのか、ここによってライフスタイルっていうのを変えていきましょうというお話でした。それからね、ようやく10日目2桁ですね、入っていきました。はい、理解し理解されるっていうことなんですね。要はあなたが関係性を深めたい人と共通体験を持つことが大事ですよっていうことなんですね。はい、まあ、よくある吊り橋効果なんかも言ってる人もしますけどね、まあ、吊り橋効果って実は全然違う話なんで、共通体験をしてなんかね恋愛関係にしていきましょうっていう話とは実は違ったっていうことなので、騙されないでくださいね。話が気になる方はコメントで質問してください。それから失�敗から学ぶのが11日目、まあ、辛い時の体験から何を感じて、そこから何を学ぶことができましたかっていうことを振り返ってみましょうと。でそれを結局どうやって乗り越えたのかっていうのを、今回は皆さん自身の目の前にある困難を超えていくためにどうやったらいいかっていうことが言えるという、そんな話ですね。そして12日目、この辺りで半分くらいですかね、完璧主義を手放すということで、まあ、日本人何でもかんでもねパーフェクトにやろうとするっていう傾向があるんですけど、まあ、そういった失敗っていうのを受け入れることによって現実を直視して、どうやったらとりあえずベストを尽くせるのかっていうのを考えることが大事だっていうお話です。それから13日目ですね、価値ある行動をしましょうということなんですね。でさっきその行動を見直しましょうという中で、さらにその1日の行動を見直してみると、例えば仕事とか勉強とかでも使っている時間が短い割にめちゃめちゃ成果が出ているって、これパレートの法則っていうのを紹介したんですけど、まあ、8対2の法則っていうやつですね。2割しか使ってない行動が8割の結果を生んでいるということで、皆さん自身の行動の糧になっている2割の行動は一体何っていうのを突き止めていきましょうぜっていう話です。それから14日目が、はい、安全圏から出る。これね、コーチングの用語でコンフォートゾーンっていうお話を紹介したんですけれども、少しずつ少しずつ背伸びして冒険していくっていうことが皆さんの成長を促していきますよっていうお話ですね。だから日々やってないことをちょっとずつチャレンジしてみたりってことをやってみましょう。新しい料理を勉強してみたりとか、筋トレの回数を一個ずつ上げていくとか、そういうことをやってみましょうっていうことですね。それから15日目が感情を味わうっていうことですね。ある出来事に対して浮かんだ感情っていうものを全て表現してみましょうっていうことです。怒りたい時はうわーって物をぶん投げてみたりとか、泣きたいといやー厳しいっていうことですね。感情を素直に、表情や態度に出してみましょうっていう訓練を積むということが大事です。それから16日目は一貫性を持つということですね。これは自分で自分のことを信じる力を上げていくために、小さなことでいいから約束を守りましょう。朝7時に起きると決めたら7時に起きるし、それから昼食は例えばまあ何でしょうね、ランチで500円までって決めたら500円で1ヶ月間過ごしてみるとかっていうことで、約束を守って自己信頼感を高めていきましょうというお話です。それから17日目はこっち消せ忘れてた、最高の習慣をつかむということで、あの素晴らしい愛をもう一度ということで、まあ、ピークエクスペリエンスっていうね、例えば皆さんがスポーツの大会で優勝したとか、お子さんが生まれた瞬間とか、旅行に行って最高の景色を見た瞬間っていう風にもう一回味わいたいなとか、あの時が一番幸せだったなっていう瞬間あると思うんですよ。そのピークエクスペリエンスっていうものを味わうために何をしますかっていうことを洗い出していく、そんなお話でした。それから18日目は長期的な関係を作りましょうということですね。まあ、人間関係を良くするために、相手にこうしてほしいな、ああしてほしいなって願うばかりだったら結局関係って変わらないですよ。なぜなら相手もそう思っているからなんですね。だからあなたが相手に対してあと少しできることは何ですかと歩み寄っていくためにできることってのは一体何ですかっていうことをチャレンジしてみる、そんなお話です。それから19日目が親切な行動をするっていうことですね。まあ、人生の充実感とか満足感とか達成感を味わうためには、一日ちょっとした親切をするっていうのがキーワードですねっていう、そんなお話をしました。これは心理学的にもね、幸福度を高めるのに重要なキーワードですよっていうことが言われたりしてます。それから20日目はいいところを探しましょうということですね。人のいいところを見つける名人になろうということで、まあね、ツイッターとかね、
です。Facebook はじめ SNS とかでもう誹謗中傷って、特に YouTube なんかはね、コメントの民度が低いなんてよく言われたりしてますけど、まあ、そんな誹謗中傷がもう当たり前のように飛び交っている時代ですから、そんな時代だからこそ相手のいいところ、褒められるところっていうのを言っていく力を養っていく方が、まあ、人間関係もよくできますよねっていうお話なので、いいところを見つけられる名人になりましょうというテーマでお話をしていきました。それから21日目はありがとうを言うということなんですけど、これは感謝したい相手に対して直接言うのもありなんですけど、まあ、感謝の手紙を書くことも大事だよねっていうことが言えます。で、感謝の手紙を書いて直接届けていきましょうというワークに取り組んでいった、そんなお話です。それから22日目は回復するということで、結局ね、物事って順調に進めていくためには適切な休憩をとっているからできることなんですよね。だからスポーツなんかでもインターバルっていう時間があったりとかしますし、生産性のいい会社っていうのは1時間ごとに休憩を取ったりとか、ちゃんとお昼休憩1時間取らせたりとかっていうような仕事をしています。休みなく働いている会社ほど生産性効率っていうのは非常に低いっていうデータも出たりしています。それから23日目はパートナーシップを築くということで、例えばチューしてみたりとか、ありがとうって感謝してみたりとか、ギュッてハグをしてみたりっていう小さなプレゼントをいっぱいしてみましょうっていうことなんですね。そうすることでパートナーシップっていうのはより深まっていきますっていうことですね。それから24日目に関しては解釈を変えるということで、ね、日本一にしときましょうか。世界一ってのは語弊があるんですね。日本一有名な名探偵さんがですね、真実はいつも一つっていうふうにね、言ってるんですけども、過去の一つしかない出来事に対して解釈をして学べることは一体何ですかっていうことを振り返りましょうというお話をしていきました。それから25日目は、はい、子供を育てるということでですね、あんまりにも子供のやろうとしていることにダメとか、こうした方がいいとか、こうしなさいっていうふうに介入しすぎてしまって、その子自身の成長の機会っていうのを奪ってませんかっていうことをお話ししていきました。そうではなくて、子供のことを信じて子供のやることっていうのを温かく見守るのが親の役目ですよっていうお話ですね。で、実際に振り返ってみて、じゃあ順調にワークって皆さん今こう振り返ってみて取り組むことってできてましたかね。で、もう一回やってみようっていうワークもあると思いますし、やれてなかったからちょっとこれやってみようかなっていうワークもあると思います。で、このワークっていうのはたった一つであったとしても、取り組めば取り組むほど、深く掘れば掘るほど効果っていうのは出ていきますんで、後半のワークっていうのも明日からまたスタートしていくんですが、まあ、25日目までのワークっていうのもまずこれやってみようかなって思うものからぜひ並走してやってみていただけたらと思います。はい、ということで後半戦にね、挑む前にね、チャンネル登録ボタンとそれからグッドボタンがまだな方に関してはポチッと押してから後半戦に挑んでください。はい、ということで私もですね、後半戦頑張って準備して皆さんと一緒にワークやっていきたいと思いますんで、ワーク頑張って一緒に励んでいきましょう。ということで次回の動画でもお会いできたら嬉しいです。またお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。